ジョゼフ・クリストファー・レドリーは、ウェールズ・カーディフ出身のサッカー選手。ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ FC 所属。ウェールズ代表。ポジションは MF。カーディフ・シティ FC のアカデミーで育ち、2004年10月に17歳で、トップデビューを果たす。翌月のウエストハム戦で、トップチームでの初ゴールを記録した。本職はミッドフィールダーであるが、2006から2007。 シーズンの終盤の数ヶ月は、ディフェンダーとしてプレーし、守備もこなせることを証明した。2006から07シーズンの最後には、レドリーのバーンズリー戦でのゴールが年間最優秀、ゴール賞に選ばれた。同シーズンでは、チーム内で唯一、リーグ戦、全46試合に出場した。2007年10月には、カーディフシティとの2年間の契約延長にサインした。 2014年1月、クリスタルパレス FC に移籍した。2017年9月、ダービーカウンティ FC へ移籍。2019年12月6日、チャールトンアスレティック FC に加入した。2020年2月23日、ニューカッスルユナイテッドジェッツ FC に加入した。2005年からウェールズ代表に選出されている。2017年12月26日、 ありがとうございます。